まったく、どいつもこいつも。おじさんと遊ぼっか。ねえ、お姉さんいくら？ああ！どうぞお使いください。どうぞ。あ、何がする？痛い！できれば5万ぐらい。年？17歳。年いきすぎ？だったら3万でいいよ。早くしてよ。ちょっと早くしてよ。目印は黄色い帽子。わかった。すぐ行くよ。一体ドイツなんだよ。高子さんですね。思ったより可愛い子だ。早速ホテルへ行きましょう。何を怯えているんだい。私は至ってノーマルな人間だ。何をするんだ。金は欲しくないのか。じゃあ5万出そう。5万出そうじゃないか。いた。高子、どうしたんだい。そんなに急いで。アキラ、そんなに急いでどこへ行く？どいつもこいつも気色悪いんだよ。高子、ただ世の中に反抗していたって何も生まれては来ない。何も変わったりはしないんだよ。きっと君は寂しいんだ。安らぎが欲しいんだね。僕にできることがあったら何でも言ってくれ。きっと力になるよ。そうだ、その素直さが高子なんだ。君は本当に純粋で人一倍傷つきやすい少女だ。誰かに分かってほしいけど誰も分かってくれない。でも高子、僕は分かってる。君のことは全部分かってるよ。高子、思いっきり泣きなよ。そして泣き疲れたらホテルに行こう。高子、何をするんだ。じゃあ5万出そう。5万出そうじゃないか。